今回の姿勢だよりでは小牧市の友好都市八雲町を紹介します。八雲町は北海道南部の函館市と室蘭市の中間にあり、日本で唯一太平洋と日本海に接している町です。交流のルーツは明治11年まで遡り、尾張徳川家第17代当主徳川義勝氏が北海道ユーラップ原野の開墾を開拓使に願い出たことに端を発します。その際に旧尾張藩から八雲へ人々の移住を推進し、小牧から多くの住民が移住しました。その後、昭和57年に実施された小牧山公開55周年記念事業の際、尾張徳川家第20代当主徳川義朝氏が小牧市と八雲町との交流を提言したことがきっかけとなり、漁師町の交流が始まりました。平成元年には小牧市八雲町交流市民の会が、平成22年には小牧市と交流する八雲町民の会がそれぞれ発足され、小牧市民と八雲町民の交流も行われています。これまで八雲町にある小牧荘を利用された方を対象に宿泊料の助成を行ってきましたが、平成24年3月31日をもって小牧荘が廃止になったことに伴い、平成24年4月1日から新たな制度を創設しました。助成の対象となる施設が八雲町内の宿泊施設20カ所に拡大されました。また中学生以上、小学生、小学生以下で助成額が異なっていましたが、一律5000円の助成額となりました。ただし宿泊料が5000円未満の場合は実費金額となります。対象となるのは小牧市内に在住、在勤、在学の方、愛知県内の小牧市八雲町交流市民の会の会員の方です。その他宿泊日数の限度など詳しくは小牧市のホームページをご覧いただくか、生活交流課までお問い合わせください。1、利用される方は対象となる宿泊施設に直接予約をしてください。2、宿泊日の前日から数えて10日前までに申請書を生活交流課まで提出してください。3、申請者の方に助成券を郵送で送りますので受け取ってください。4、宿泊される際に助成券を旅館などのフロントへ提出してください。宿泊料から5000円の助成額を差し引いた金額で泊まっていただくことができます。小牧市八雲町交流市民の会会長、稲垣でございます。八雲町には小牧市にはない北海道ならではの大自然が広がっています。特に夏の北海道はとても涼しく、快適にゆったりとした時間を過ごすことができます。そんな夏の北海道の大自然を満喫し、八雲町の方々と交流できるツアーを8月に企画しました。地平線の見えるような広大な牧場を見学したり、北海道名物のジンギスカンや海、山の幸満載の囲炉裏料理を食べたり、豊かな大地で育ったジャガイモを掘ったりすることができ、漁船での海釣りも体験できます。3泊4日のツアーで、中学生以上は6万8000円から、小学生は5万円から参加できます。北海道八雲町の大自然を体験したいという方は、6月4日から6月15日までにお申し込みください。詳しい日程などのお問い合わせ、お申し込みは小牧市役所生活交流課までお願いいたします。ご家族、ご友人、ご一緒に夏の北海道を楽しみませんか。思い出の1ページにしてください。お待ちしております。次週6月4日からの姿勢だよりは水防訓練の模様をお送りします。